で、じゃあ私、技術開発部にいるんですが、そちらから発表させていただきます。ということは、生物科学分岐のテキストマイニングということで、まずは自己紹介から。私のことですが、タブリス2012ということでやっております。2011年4月から統合牧場の技術補佐員としてやってまして、まあ、あるいですね、まあ、ずっとあの自然言語処理をやってました。で、今年まあ入院しまして、入院1年目ですというわけで、今まで僕は何やってきたかということを軽く振り返ろうと思いますので、昔の方に戻っていきます。はい、まず第3回統合牧場収穫祭ということで、まあ、2年前ですね、懐かしいこの頃やったのはライフサイエンス新着論文リーファーストオーダー、先ほどのウェブ部門のサイン書いてましたけど、ここの日本語文献を解析しました。やっていたことは、この文章の中から、抽出というのは生物学的に重要と思われる単語を抽出するということで、この黄色のラインに光るところがこの文章で解析して、生物学の大事なんじゃないかなと思ったところを探してました。一応これはウェブツールにしてまして、綺麗なファブスというのを作って、あの統合牧場のサーバーで動かしております。ここに、今の、ファーストオーダーに出てくる文献に全部出るので、そこをクリックするとプログラム投げられて勝手に解析されるという結果が返ってきます。ということで、去年でした。前回、はい、テキストマイニング上です。さらにもう一つプレイブック、これは僕たちガッケル君という人が統合牧場の技術開発にいまして、で、まあ、彼がやってくる仕事なんですが、先ほどの、ファーストオーダーのところにタグがついてるんですね。一つ一つの文章にどういう生物の分野やってますかって書いてついてるんで、彼はそれを整理してくれました。まあ、整理するプログラムを作っていて、まあ、例えばこう神経科学とか、分生物学とかいうふうに、ね、分類されて、しかもその中にまたさらに細かい分野の、タグが入っているというふうに分類していくというプログラムを作ってました。ということで、これが、前々回派です。さらにもう一つ、プレイワーク、はい、これは去年ですね。去年の第4回統合分野収穫祭の時で、この時何やってたかというと、ポスター、生物学の発表するポスターですが、そのポスターの情報処理をしてました。後ろにあるのは統合の日のポスター の内容なんですが、その中から、ポスターごとに名詞を抽出していきまして、その名詞の関係性から、このように、ポスターの発表者の関係性ネットワークを作ってました。さらに統合の日だけじゃなくて、もう一つ、分子生物学会の方の全ポスターのネットワークを作ってまして、このようにちょっと左の方のウェブページに掲載されておりました。これを作っていたのが去年です。これが前回9です。ということで、今年第5回統合牧場収穫祭ということで、最終章新収穫祭をお送りいたしますではまず、冒頭なんですが、技術開発部メンバー1人、ガッケル君が卒業してしまいまして、最近からこの人使ってましたけど、西の京に旅立ってしまいました。まあ、僕1人がこの自然言語のところに残されてしまったんですが、まあ、ちょっと辛いこともありましたが、まあ、ということで、はい、ということで、今年もやっていきます。私やったことは、その例のポスター関連解析の続きなんですが、去年、分子生物学会も出させていただいたので、そこで多くの方々からご意見いただくことができました。いただいたご意見ですが、まあ、いろいろといい意見もいただいたんですが、もちろんなんかちょっと微妙だなっていうふうに思われた方がいらっしゃいまして、その相関があるとされたポスターの結びつき、ちょっとおかしいんじゃないかっていうふうにご意見いただきました。まあ、考えられる原因がここに2つ述べたんですが、まあ、原因1つ目として、その関連解析に使ったポスターの単語、まあ、ポスター一部のその、しかもアブストラクトに限られたんで、そこの単語数が少なかったんじゃないかとか、もう1つの方は単語だけに注目してたんで、まあ、有名な単語、有名というか、その生物学の、研究内容も決めつく、それでその単語だけで決まるような単語ばっかだったらよかったんですけど、まあ、微妙なこう単語もいっぱいありましたけど、タイプとか、あんまりその文明関係ないような単語もいっぱいありまして、そういう文章の文脈というのは無視してたんですね。なので、これも今年は考えていきたいというふうに思いました。ということで、今年はこれらの解決を目指そうということで、まず1つ目、この原因の1つ目の方にチャレンジしていきました。ということで、問題点として、ありますが、まずポスターの論旨、まあ、アブストラクトだけではその情報が足りないということで、こうポスター見に来た人はそのポスターの著者がどんな研究をしているのかというふうに思うわけですね。で、解決方法の一つ目として、まあ、バウメトを使って検索したんですが、皆さんご存知文献検索の応募ですが、これを使って、まあ、検索することが、まあ、普通になってまして、まあ、少しは統合ピンもありますので、こちらで解説をご覧になってください。で、まあ、バウメトで論文検索するんですが、まあ、どうやるかというと、そのポスターを作った著者の人の名前で検索します。で、その人から関係する論文を100件、まあ、100件っていうのは
決められないので、まあ、好きに値が決められるんですが、まあ、100件分とりあえず多く論文を得てきますと。でその論文にはアブストラクトを見ることができるので、そのアブストラクトから名詞を抜き出していきます。例えばこのような一例ありましたが、インプリンティングとかオリジンとかエクスプレッションとか、このインスリンライクグロースファクターっていうのを、まあ、名詞なんで名詞として抽出できます。で、これを、まあ、皆さんよく使われているウェブページのサイト の欄に叩き込むのは大変なので、まあ、API というのが用意されていて、まあ、URL で検索の内容を打ったらもう勝手にその検索のクエリに対して XML の計算結果を返してくれるというのがあるので、それを利用します。まあ、やり方は簡単で、 URL をコッコーマーというか、URL でその後ろに、サーバーに投げたいクエリです。ファーミラー使ってください、オーサーのところ調べてください、ターンは記者に入れますと。でそうするとその検索クエリの会議に XML が送られてきます。でその XML を解析してアブストラクトを手に入れたときます。はい、では次にその英文から名詞を抽出するんですが、そのためのプログラムとして何を使ったかというと、このジェニアタガーというのを使いました。これがホームページなんですが、このジェニアタガーっていうのは情報、東大の情報科学科の辻井健が開発しているもので、英文を解析して品種を推定してくれます。で、大事なのはこの複数形の名詞も単数形で返してくる。これが重要で、他にもいろいろとこの英文解析ツール使ったんですけど、この例えばこのマイスが、そのマイスの方が出てくることがあって、文中のマウスとマイスが別に扱われてちょっと数数えるの面倒くさくすることがあったので、ちゃんと原型を返してくれるものを選びましたということで、ジェニアタガーを使ってます。例えばこの一文英文を渡してあげると全部品種解析されて、こことかここ NN ってついてるのがなおの名詞ですが、名詞が返ってきます。それでプログラムではここを抽出して名詞だけを回収しています。でこのジェニアタガーなんですが、このジェニアは C++ プログラムなんで、 Ruby から僕が解析使ってたんで、 Ruby が立ち上げるためのクラスを作成しました。GitHub の方に公開しております。すごいやっぱリファクターとなってますが、皆さんにも見てもいただいて、まあ、綺麗な感じになっていると思います。で続きですが、英文から名詞を抽出します。まあ、ジェニエタガーに論文のアウトストラクトを全部渡します。そうすると品種解析されますので、名詞の部分を取り出します。でそしたらその英文値の名詞をリストにして、全部の名詞の出現回数を計算します。例えばある人の長所名で検索したときに、ぜひ論文全部検索して引っ張ってみると、インスリンとかグルコースとか、ジンとかスニップとか、出てきました。まあ、僕がそういう研究面にいるんで、まあ、そういう単語で調べたからこういう感じで出てくるんですけど、まあ、こういう単語のリストを作ることができます。でこれを得ることによって、さっきのボスターの英単語リストにパーメントの論文結果を結合すると、いっぱい情報手に入って、あ、この人の研究よく分かるわっていうふうに見せてもらっているということで、わかるなという感じになります。はい、ではもう一つ、二つ目の原因の方に着目していきます。今度は単語のみに注目して文脈を見ていきましょう。原因で問題点2番目として、ポスターの文脈も考慮したいということになります。じゃあでも文脈ってそもそも何ぞやっていうこと、文脈分かるって分かりますけど、ちょっとまあ芸者と崩壊してきて最近文脈を国語辞書で引きました。文における個々の語または個々の文の間の論理的な結合具合ということです。つまり文脈っていうのは、ある文章とまとまって出現する単語のこと、でその単語の関係性のことですね。なのでこの単語が使われているのがどんな研究なのかってことが分かれば、その研究の文脈が分かるということになります。はい、ということで、その得られた単語集合から研究内容を推測して分類します。まあ、プログラムなんで、その研究内容を詳しく解釈して人間が分かるように、この人はこういう研究をしてるなって分かるわけじゃないんですけれども、大雑把な研究のくくりとして、まあ、トピックスとしてそれを予測することができるんじゃないかなということで、そういうことを解析してくるのが LDA トピックモデルというものになります。 LDA トピックモデルですが、ワイウィンド様が残してくださった僕の収穫物になっていまして、昨日つぶやきありましたね、聞かせていただきました。でもクーアルチャの方で使われているプログラムになります。でその部分、その中で使われている LDA の部分を今回使わせていただきました。簡単にその LDA トピックモデル何とかということで、まあ、レイテントディレクレットアロケーションということで、ある文章に含まれる単語は何らかのトピックから生み出されている前提に立ちます。つまり、例えばトピック、がんというトピックがあったときに、単語としては遺伝子とか突然変異とか転移とかとして出てきて、代謝っていうトピックがあれば、そこからはタンパク質とか多糖とかミトコンドリアとか ATP とかとか出てくるなってことが、まあ、つながりとして、規定できます。
なのでこれがあれば逆にこういう単語を渡してあげればその背後にあるトピックってやつが分かるんじゃないかなというふうに立ったのがこのトピックモデルの考え方です。ということで、実際に使ってみるとすると、ある文脈に続ける単語ってやつをまず決めなくちゃいけなくて、まあ、それは文脈、まあ、ある筆者でも使います、まあ、ある筆者が考えていてその筆者が考えた文脈となります。というわけで例えば筆者1番の人が単語リストをバーッと作ります。裏にもありますが、筆者2番、筆者3番、筆者4番となります。でこれを LDA の方を渡してあげて推定すると、そのトピック、あるトピック1というふうに推定されて、そこに出てくる単語とリスト。で、トピック2にも単語リストが出てきます。まあ、もっと指定すればトピックがいっぱい出てくるので、トピックごとに単語リストができます。で、そのトピック推定しました後に、複数の文脈から稽古のトピックに分類するというふうにします。でその筆者も稽古のトピックのどれか、うちのどれかに分類されます。つまり筆者1番はトピック3に分類される確率が 90%、 トピック1では 7%、 トピック2では 3% というふうに計算されるので、まあ、この人は多分トピック3に分類されてしかるべきなんだろうというふうなことが分かります。まあ、以下同様に筆者についてどのトピックに、このトピックって言って筆者2の人はトピック1に分類される確率が高いというふうに分かるので、まあ、そのように筆者を分類していくことができます。これにより最終的にポスターの筆者ごとにトピックに分類してポスターの関係性が分かっていくということになります。以上は私が今年実装したことですが、まとめますと、問題で1、そのポスターの筆者がどんな研究をしているのかということに対してはパーメータから追加情報を得ます。で問題2、その単語を使わないどんな研究かということに対してはトピックを推定することで、推定します。というわけで今年のということは完成と解決しました。というわけで今回作ったプログラムの応用例として今年も統合の日のシンポジウム2013のポスターを解説させていただきました。結果はこういうふうになってまして、全部で56枚のポスターをトピック4つに対して分類するように設定しました。で、トピックが4つあってその周りに筆者がいて、この線は、先ほどの分類確率が4つ出てくるので上位2つの方に引かれるようにしていて、なるべく近いほどそのトピックの分類確率が高いということを意味しています。近づいてみますと、まあ、こんな感じになっていて、まあ、T1、T2、T3、T4 がいて、この人はまあ T4 に近いけど、この辺の色の人は T3 と T1 のまあ真ん中ぐらいに位置しているなみたいな風に表示されます。でここで1つ疑問が残りますが、なぜトピック数を4つにしたのか。このトピック数ってやつはプログラム実行前にこちらでハイパーパラメータとして決めなくちゃいけないので、これを4つにした理由があるんですが、まあ、トピック数はなるべく多い方が、まあ、その人たちいろんな分野にいるので分類してもなるのかなというふうに思いますが、このトピックを増やしすぎるとそのカバーする文脈の範囲が広くなっちゃうので、ちょっとそのトピックの意味が薄れてきちゃうんですね。でこういうまあトレードオフの関係があるので、なるべく多くでも意味はちゃんとあるようにしたいということで、その間を取るようにしています。でそのための基準としてポスターごとのトピックの分類確率があるので、例えば筆者1番は4つに分類した場合3なら1、1なら 5% とか出るので、このように分類確率が 50% 以上になる、1番のやつが 50% 以上になるポスターを、まず全部数えます。そのポスターが全部のポスターのうちの7割以上になるようにトピック数を指定します。ちょっと難しいですけど、このトピック数をいじるとその分類確率が、大きくなって小さくなるので、まあ、トピック数をいじりながらトピック数の分類確率が高くなるようなのを探して、で50を超えたものの数を数えて、それが全体の7割になるようにトピック数を決めます。で、4トピックになりました。というのが答えです。で、もう一つ今年やった応用例ですが、PubMed の検索結果から、論文著者の完結ネットワークを作成ということになりました。どういうことかというと、まず動機ですが、PubMed がネットワーク図。まず PubMed を使う我々の、まあ、動機として、興味のある研究についての文献が欲しいから PubMed を使います。けどもパブメドの検索結果ってすごくいっぱい出てきますね。で、私が言いたいことは、その先行研究をしている研究者、あるいは論文を書いている人たちというのはどういう人なのか。で、僕らが知りたいその、研究分野の大御所となるような、まあ、お偉いさんですね。そういう人を探すにはどうすればいいのか。あとその研究、共同研究先として一緒にやってくれそうな同じ興味を持っている研究者っているのかなと、自分に近い研究者はどんな人がいるのかなというふうに思うわけですね。なのでこれが知りたいの。知りたいんですが、まあ、人力でひたすら論文を読んでいくのも辛いんで、まあ、そうだ、ネットワーク図を作ろう。ということで、ネットワーク図を作りました。
やることはちょっと長いんですが、パブメドの検索結果からまず発表エンジンに100本取得します。でヒット著者のリストを作って、まあ、著者リストができます。2回以上あらって筆者をまず数えて、その人たちに対して再びパブメド検索して、ある筆者ごとに論文を取得していきます。で英文解明し取り出しというのはこれが今の流れで一緒なんですが、まあ、単語数数えトピック解析して採用トピック決めトピックのネットワーク作成と長い、非常によく長いということで、一連の流れをプログラムにまとめました。ということで、作ったプログラムは大きく2つで、1つ目のプログラムはパブメドで検索したいワードを与えたら、その検索結果の中から筆頭著者のリストとその著者ごとの使用単語リストを返してくれるプログラムで、2つ目の方はグラフ化したい著者リストと出現単語リストを与えたら、トピック解析と最適なトピック数を出力して、で、その最適なトピック数でネットワーク数を出力してくれるというプログラム、この2つを使いました。この2つにした理由は、こっちだけでも何か別の用途に使えるので、まあ、こちらで使ってくれる人もいらっしゃればいいなという思いでこの2つにしました。で、このプログラムは GitHub の方に公開しています。 PubMed マップというところにまとめておりますので、まあ、ちょっと説明不足なんですが、一応使い方になっていると思います。一応どんな検索結果が出てくるかっていうと、まあ、こんな見づらいんですが、僕が知りたかったあと研究分野に対して、トピック解析したときに、まあ、この辺の人たちが、まあ、まとまって研究している人たちで、こっちにまたそれとは別の、別の視点を持ってブロック検査をして、実験とか研究をしてている人たちがいるっていうことがアプリネットワークさえできます、はい。で数字が入っているんですが、その数字がその分離確率になって、まあ、72% の人もいれば、ほとんど離れているような人もいて、ということは見えるようになっています。はい、ということで、長かったですが、今回の話のまとめをさせていただきます。まあ、やったことは簡単で、パブメドから研究内容の情報を増やせましたし、文脈推定の理解数を組み込むことができました。ということです。最後、残された課題なんですが、パブメド検索結果、どれだけ信用できるかってことがまず残ってて、そもそも検索するときに使う生物用語っていうのは、表記の揺れがあるので、これをどうするかっていう問題があって、まあ、一応メッシュっていうものがあって、それで補正をかけていくことができるんですが、まあ、これは、この補正をかけていく部分は実はできないです。で、同盟の研究者とかはいらっしゃることが多くて、まあ、最初のファーストとラストネームじゃないんで、これでダブる人結構いっぱいいるんで、これをどうやって区別するかっていうのを考えなきゃいけないんですが、まあ、一応所属大学や研究所との情報を統一化したらいいかなっていうイメージはありますが、まあ実装しません。で、最後、LTA トピックメディアの精度も、まあ、実際微妙なところもありまして、まあ、しょうがないんですけど、アルゴリズムのハイパーパラメータをいじれる部分もあるんで、まあ、調整を行う必要がありますっていうことを今回残った方になります。はい、じゃあ発表後のもんですが、最後に指導と、技術を教えてください。田中さんミユさん、で最後司令のモンさん、まあ、お世話になりましたということで名前を挙げさせていただきました。はい、それ以外も、ご自身の皆さんに非常にお世話になりましたので、今回の相手はお礼申し上げます。ありがとうございました。